マージョリー・アイリーン・ドリス・コート・ニーラティマーは、南アフリカの博物館員であり、1938年に、6500万年前に絶滅したと思われていたシーラカンスを発見した、ことで世界の注目を集めた。自身の発見したシーラカンスと映るコート・ニーラティマー。シーラカンスはそれまで、数百万年以上昔の化石でしか知られていなかったが、漁師の網にかかって発見された。 シーラカンスの学名ラタマリア・シーロニーは、コートニー・ラティマーに、懸命されたものコートニー・ラティマーは、1907年、南アフリカ共和国イースと、ロンドン市に、南アフリカ鉄道の駅長の娘として生まれた。コートニー・ラティマーは2ヶ月ほど早産だったことから、子供時代を通じて、病気がちであり、一度はジフテリアにより、生死をさまよっている。ただし体は弱かったが、 幼い頃から自然に強い興味を示し、屋外で遊ぶことを好んだ。海辺にある祖母の家を訪ねた時には、灯台の立つバードアイランドに魅了され、11歳の時には鳥類の専門家になれるよう誓いを立てている。学校を出た後、看護師になるべくキングウィリアムズタウンで養成を受けるが、養成の終了間際に、近々開館したイーストロンドン博物館に、 食の秋があることを知らされる。コートニー・ラティマーは、正規のトレーニングは何も受けていなかったが、南亜の自然史に対する広い知識を有していることが、面接官に伝わり、1931年8月、24歳で、同博物館に就職した。コートニー・ラティマーはそのまま博物館で経歴を重ね、退職後は、一旦土釜の農園に退いて、花に関する本を表し、 後に、イーストロンドンに戻った。コートニー・ラティマーは、最愛の人が20代で亡くなったため、生涯を未婚のまま通した。コートニー・ラティマーは、岩石、羽、貝殻その他博物館に適当なものを集めて、忙しくしていたが、漁師たちには知られていた珍しい生物を見たいと思うようになった。1938年12月22日、 それらしい魚がかかったという電話を受け、ヘンドリク号船船長の水揚げを見分しに鳩場に向かった。陸層にもなった粘着物をはぎ取っていくと、今まで見たこともない美しい魚が現れました。長さは5フィートほど、わずかに紫がかった薄い青色で、かすかな白い斑点が散らばっていました。全体を覆っていたのは銀色から青を経て、緑に至る虹のような光沢です。 全身は硬い鱗で覆われ、四本の足のようなヒレと、子犬のような変わった尻尾がついていたのです。コートニー・ラティマーはその魚をタクシーで博物館まで運び、自分の所有する資料に記載がないか探したが見つけることはできなかった。魚はぜひとも保存しておきたかったが、博物館に設備がなく、死体置き場へ運んだものの受け入れは断られた。コートニー・ラティマーは、 友人で、ローズ大学で教えていた、魚類学者、ジェームズ・レナード・ブリアリー・スミスにコンタクトを取りどうての、助けを得ようとしたが、長期不在であったためやむなく白製紙に頼んで、内臓を抜き去り、白製にした。1939年2月16日に、やっと到着したスミスにはすぐさま魚がシーラカンスで、あると分かった。疑問の余地はありませんでした。 それはまさしく2億年前の生物が遺体再び蘇ってきたのに違いありませんでした。スミスはその魚にラトマリア・シーロンニーという学名を与えることになった。ラトマリアは友人であるコートニー・ラティマーから、シーロンニーは発見地であるシーロンナ・リバーから取ったものである。2匹目のシーラカンスが見つかるのはそれから14年後のことであった。 シーラカンスが水揚げされたイーストロンドン市内の埠頭。現在では、ラトマー、エスランディングと名付けられている。ありがとうございます。